こんにちは、ぬいこです。今回はこちらのシンプルなカットソーにフリルをつけるリメイクをします。フリルは胸のあたりに平行に2本つけます。フリル生地にはシフォンを使います。ポリエステル 100% です。シフォンは透け感があり柔らかい素材なので2枚仕立てにします。2枚にしてから中央にギャザーを寄せてつけていきます。フリルの幅は 7.5 センチにします。ギャザーを寄せると立体的となり、設定した幅より狭く見えるので、イメージより5ミリ程度広めに設定をしておきます。幅 7.5 センチの2枚仕立てなので 7.5×2 で15センチプラス縫い代11つけるので17センチの幅が必要になります。長さは付け位置の長さの 1.8 倍にします。 1.8 倍長く作った分、ギャザーを寄せてつけていきます。バランスを見ながらフリルの付け位置を決めていきます。こちらは2枚仕立てにし終わったギャザーを寄せる前の状態のシフォンです。仕上がりのイメージがつきやすいよう服の上に乗せてみます。ギャザーを入れた中央が付け位置になります。付け位置に水で消えるマーキングペンやチャコペンなどで印をします。この服はボーダー生地なのでライン上に印をしますが、無地の場合は案内線がないので、裾から付け位置までを測り、裾からの平行線を入れます。1段目の付け位置が決まったので、もう1段下に付けます。1段目フリルの端に少し重なる位置に2段目を設定します。2段目の付け位置にも印をします。付け位置の長さを測ります。袖付け位置までを測ります。1段目の付け位置の長さは41センチです。 41×1.8 で 73.8 センチ、四捨五入して74センチとします。74センチに縫い代11で2を足して76センチが必要な長さです。2段目の付け位置の長さは49センチです。 49×1.8 で 88.2 センチ、四捨五入して88センチとします。88足す縫い代2で90センチが必要な長さです。1段目が幅17センチ、長さ76センチ、2段目が幅17センチ、長さ90センチです。それぞれを1枚ずつ裁断します。シフォンはふわふわして不安定なので、横方向にまっすぐ裁断するのは難しいです。耳に切り込みを入れて裂くと、横地を通して裁断することができます。ただし、裂くと生地端の折りがほつれ、多少のロスが出ます。そのロスする分を考慮して、5ミリから1センチ程度長くした寸法で切り込みを入れましょう。切り込みを入れたら左右の生地を横に引っ張り裂いていきます。横地が通った状態で
裁断ができました。表側を確認します。表側の方が光沢があります。見た目で判断できない場合は、耳に並んでいる穴で判断します。表側を上にして、上から下に穴が開いているので、穴をよく見て確認しましょう。表が決まったら、中表に2つ折りします。縫い代を1センチとしていましたが、裂く際のロスを考慮して長めの寸法にしているので、2つ折りの折り目から仕上がり幅 7.5 センチの位置を縫います。縫い糸はミシンも手縫いも60番ミシン糸です。手縫いの場合は一針おきに返し縫いをしましょう。シフォン生地は薄いので、ミシン針も合わせて細めの7号か9号にします。私は7号の針で縫いました。では、縫い代をアイロンで割ります。しっかり割れた状態で、今度は端を縫います。布端から1センチを縫っていきます。縫い目が中心に来るようにします。縫った後、ひっくり返すので、もう片方の端は縫いません。片方が縫えたので、ひっくり返します。はい、ひっくり返せました。縫い目が中央に来るようにしてアイロンをかけます。返し口の端を縫います。内側に1センチ折り込みます。折り山を手縫いですくって縫い閉じるか、折り目から1、2ミリのところをミシンで縫います。はい、ミシンで縫えました。中心にギャザー寄せ用のミシンをかけます。ミシンも手縫いも針目は大きめの3ミリ半から4ミリ程度にします。手縫いの場合はしつけ糸2本取りで縫います。ミシンも手縫いも縫った後糸を引っ張るので返し縫いはせずに糸端は長めに残しておきます。ギャザー寄せ用のミシンがかかりました。ギャザーを全体にバランスよく縮めたいので中心とその半分の4等分で印を入れます。2つ折りをした折り目に印を入れます。端と中心を合わせた折り山に印をします。反対側も同じように印をします。身ごろの付け位置にも中心とその半分に印をします。身ごろは待ち針で印をしました。フリルを合い印に合わせるように糸を引っ張って縮めます。ギャザー寄せがミシンの場合は、
上糸か下糸のどちらか片方だけを引っ張ります。糸調子がきつい方の糸を引っ張るとギャザーを寄せやすいです。私は裏側の糸を引っ張っています。ようやく待ち針で留まりました。後ろ身頃まで待ち針で留めていないか間に手を入れて確認をしつつ修正をします。ではフリルと前身頃を縫い合わせます。ミシンで縫う場合、待ち針だとギャザーが安定しないのでしつけをかけた方が無難です。しつけの糸調子はカットソー生地とフリルをなじませるため緩めにしておきましょう。ミシンで縫う際はカットソーを少し伸ばす感じで縫うと釣り合いよく縫えます。手縫いの場合は糸調子を取りやすいのでしつけをかけずに縫えると思います。手縫いもカットソーを少し伸ばし気味で縫うと釣り合いよく縫えます。縫い糸は手縫いもミシンもニット用ミシン糸レジロンを使いましょう。しつけがかかりました。このまま続けて1段目のフリルもしつけまで終わらせて1段目と2段目を一気にミシンで縫っていこうと思います。はい、ミシンで縫えました。ギャザー寄せミシンはこのまま抜かなくても大丈夫です。長く残した糸だけは短く切っておきましょう。手縫いのギャザー寄せしつけ糸は目立つので抜きましょう。フリルの端、脇側は縫いませんが、動くのが気になる場合は袖ぐりや脇に沿って手縫いで縫い閉じておきましょう。これで完成です。今回のカットソーに
フリルをつけるリメイクはいかがでしたでしょうか。実はこの服は部屋着のトップスです。部屋着はノーブラでも大丈夫なように、胸のあたりにポケットをつけたり、ギャザーを寄せたパーツをつけたりしています。裏に胸パッドがついた部屋着は見かけますが、パッド素材の肌触りが好きではないので、自分で作るときはポケットをつけることが多いです。一つ手を加えることで着心地の良い服に変えることができます。皆さんも市販の服をカスタマイズしてリメイクにチャレンジしてみてください。これからも洋裁、リメイク、お直しなどいろいろなご提案をしていきます。縫い子の洋裁教室を今後ともどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。